ひろゆきはこれから先どっかに帰化する予定ある？それとも日本国民でいる？帰化ってさ、日本以外で使う言葉なの？なんかそのアメリカ国籍を取得みたいな言葉を聞くんだけどさ、なんかアメリカ国籍に帰化とか言わなくない？なんか帰化って日本以外で使うの？なんかそのいまいちね、帰化っていうなんかね、その単語のね、なんかその制限幅がある気がしてて、帰化という言葉は外国人が日本国籍を取るとき以外には使ってはいけない動詞な気がするのね。そのなんかアメリカ人に帰化しましたってあんま聞かない文章じゃん。なのでちょっとなんかそこら辺の辞書的な意味が微妙なのかなと思ってます。努力が目的化する人がバカだと以前おっしゃってましたが、それに気づく人と気づかない人の開きは大きいですか？まあ、結局その努力自体が目的だっていうので気持ちよければいいと思うんですけど、間違った努力をしているときに、あ、これ間違ってるから切り替えようっていうふうになった方が人生の残りの時間有意義に使えると思うんですよね。まあ、とはいえそのNHK をぶっ潰すみたいなおかしなことを何年も言い続けてずっと活動していた立花さんが国会議員になるわけじゃないですか。まあ、あれが努力なのかどうかは別にして、ただその一つのことをみんながいやいやそれやめた方がいいよっていうアドバイスを聞かずにやり続けた結果が参議院議員なので、こう適当な他人のアドバイスっていうのはね、そんなに真に受けない方がいいかもしれないですよ。ひろゆきさんは食いたいもん食って太く短く死ぬ貢献は行使しないんですか？僕食べたいもん食べてると思うんですけど、なんだろう、なんで食べたいものを食べてると思われないんだろう。太ってないから。だってなんだろうね、ほらお腹いっぱいになった時にさ、もう食べたくないじゃん。その僕の知り合いのひげわりさんっていうデブで、そのちょっと死んだ魚の身みたいにしてるおっさんがいるんですけど、あの人ってなんかね、お腹いっぱいになっても食うんだよね。なんかさ、お腹減ってる時ってご飯って美味しいんだけどさ、お腹いっぱいになって食べてもそんなに美味しくないじゃん。美味しいとも感じないじゃん。でもなんかね、ひげわりさんっていう人って割とそのなんかお腹いっぱいにもかかわらず、なんか食ってから寝なきゃいけないみたいな変な義務感でしょうもないものを食うんですよ。なんか飲んだ後家帰ってもうそのまま寝ればいいのに、なんかラーメン食いに行こうぜとか言って、そんなに美味しくもないラーメンを食って、なんかあ食った食ったみたいな、別に美味しくなかったから食わなくてもよくねみたいなんだけど、なんか食うんすよ。基本的にデブってそういうことなのかなと僕は思ってます。はい。都会育ち地方住み込み30代派遣社員です。将来を見据え IT 業界で転職を起こりましたが、未経験と年齢で就職権がありません。駒町でプログラミングや動画編集のスキルを磨く、ウェブ上で仕事獲得を目指す、東京に出て IT の正社員を目指すかどうかどう思いますか？東京に出る場合どうすれば IT 業界に盛り込みますか？まず東京に行ったから未経験でも採用されると思うのはちょっと微妙かもしれないですけど、まあ、ただ応募しまくってみたら1個ぐらい当たるかもしれないですよ。ただなんだろうね、未経験の人で雇ってみたら超無能だったらクビにするのが難しいんですよね。だってその地方から来てて、そのお金を目当てにしてなんか家賃払おうとしてたら払えませんでしたとか困っちゃうので、なのでその何らかしらランサーズみたいなしょうもないサイトでとりあえず IT 系の仕事を受けてみるっていうので自分の経験とスキルを貯めた方がいいんじゃないですかね。ウェブ系ベンチャーのインターンに行くときに聞いた方がいいこととかあったら教えてください。社長と直接話ができるかどうかですかね。要はそのベンチャー企業ってまあそんなに大きくない会社だと思うんですけど、その結局そういうのって会社を作る人の考え方っていうのが直接知れるのがメリットだと思うんですよね。大企業ってやっぱり社長と話することってほとんどできないので、でもそのなんかベンチャー企業で社員が20人ぐらいですみたいなところだと社長と話ができるので、そもそもその会社に入るんじゃなくて、じゃあそのなんで会社を作ろうとしたのとか、なんでこの仕事を選んだのとかっていうのが聞けるっていうのがメリットだったりするので、なので社長と話ができるかどうかっていうのを聞いてみるといいんじゃないですかね。かなり前のうるせえやつら2の話で、先週コンプレックスの回で文化祭の大切さを分かるにはうるせえやつら2のビューティフルドリーマーを見ろとおっしゃっていました。そうなんだ。急いで DVD を何度見直しましたが、そのような場面がどこか分かりませんでした。映画のどの場面か教えてください。分からないんだったら分からないんだと思うんですよ。例えばいちごっておいしいよねって言われて、いちご食べて、いちごおいしくないと思うんです、いちごがどうしておいしいのか教えてくださいって言われても、それってその感受性とそのセンスの問題なので、分からなければ分からないで終わりでいいと思うんですよ。例えばサザエさんとかって面白くないじゃないですか。
でもサザエさんが面白いと思って、その人生のうちの その何分の1かをサザエさんに費やしてずっとサザエさんを見続ける人っているらしいんですよ。世の中には結構な割合で視聴率取ってるらしいので、で僕はサザエさん見るぐらいだったら他のドラマも見た方がいいんじゃねって思うんだけど、でも世の中にはそういう人もいるんですよ。なので感受性のあるなしの問題なので、あんま気にしなくていいんじゃないですか、分かんなかったとしても。おすすめ映画の中にグレン・ラガンや今を生きると熱い映画があったのが意外でした。僕も好きな作品なのですが、ひろゆきさんがグレン・ラガンや今を生きる好きな理由を簡潔でいいので答えてもらえて嬉しいです。あ、グレン・ラガンはね、僕ね確かね1話を4回ぐらい見てるんですよね。あの全然面白くないと思って見て、やっぱ面白くないよね、でも友達に6話まで見ろみたいなの言われて、でなんか2話3話で見てやっぱ面白くないよねみたいなの で6話まで6話だったもんだけど、6話まで見てようやくあれこのアニメ面白いんじゃねって気づいたっていう。なのでその面白いかどうかって、そのまあ人によって観点が違うっていうのがあると思うんですけど、なのであの人によってはグレン・ラガン第1話から超絶面白いぜっていう人がいると思うんですけど、僕はその今までのそのなんか価値観だったり、そのこういう設定みたいのが覆るっていうのが好きなんですよ。でその要は覆るって、その見てる側の中にこういう常識っていう、いやこういうキャラクターこう動くよねとか、この立場だったらこうだよねっていう、ある程度その見てる側の中にそういうその価値観が構築されていくんだけど、それを覆すっていうのをやるので、その価値観を構築するっていう作業がまず必要で、でさらに覆すっていうのをやらなきゃいけないので、結構脚本がちゃんとしてないと面白くないんですよ。でグレン・ラガンの場合はね、後半ねひどいんだよね。いやそこまであるとか、その普通この範囲でしょこういう話っていう範囲をあのバコッとこう突き抜けたことをやるので、そういう意味で頭が悪くて面白いです。はい。国の借金1200兆円嘘で財政問題はないという山本太郎や三橋貴明は嘘つきなのでしょうか。そうなんじゃない、あの根拠があるんだったらその証拠を出してもらえばいいんじゃないですか。ただ財務省以上にその証拠を出せる機関って世の中にはないと思うので、なんかその財務省よりも情報量が多いです俺って言ってる時点で嘘つきだと思うんだよね。まあ、財務省が全員嘘つきである、でその現政権が全員嘘つきであるっていう設定だったら確かにあるかもしれないね。最近の日本政府はあの統計情報とかあの隠したりこうごまかしたりするんで。体は男で心が女とかいうやつがいます。そいつが本当にそうなのかっていうのはどうやったら判断できますか。心が女の定義って何、その女の人の心っていうのは何、なんか一つのものなの。例えば男の人でもいろんなものの考え方があるじゃないですか。で女の人でもいろんなものの考え方があって、でなんか男の人でこういう考えする人多いよねっていうタイプの人もいれば、女の人でこういう考えする多いよねっていう男の人もいればみたいなのがあるので、なんか一概にその性別によってこういう考えをするみたいな、そのなんか物社会とかその世界の捉え方が不思議だなと僕は思いました。はい。例えばそのアメリカ人ってピザ好きだよねとかって、まあ、大体合ってんだけど 99% 合ってんだけど、でもその日本人って毎日寿司食うんでしょって言われたら、いやいや毎日食わねえよ、まあ週に1回食うけどみたいな、そういう話なんですよ。なのでそのあんまりよく知らない人がカテゴリーで人を決めつけるっていうのはあるんですけど、あんまりそれって正解じゃないことの方が多いと思うんですよね。ひろゆきさんにとって人生において特に消費と感じるものはその理由を教えてください。消費と感じるものは消費税を払うとき。郵便局にアフラックのパンフレットがありました。どうして官報のパンフレットの脇に他社の保険会社のパンフレットがあるんでしょうか。お金もらってるから置いてるんじゃない。空き家っていう使い方が良くなったです。どっかの国の市民権を取得する予定ありますか。なんか市民権もらえるんだったらもらい放題もらってみようかなと思ってたりしますよ。なんかもらえるものはただだったらもらえるものは何でももらいたがる人なんで僕は。はい。新宿に住んでたのはいつ頃ですか。結構長かったけどね、新宿と遊戯だけで 12、3 年住んでるんじゃないかな。賃貸に住む場合不動産といい関係を築くコツを教えてください。少し前のスパチャどれなんだろう。不動産屋といい関係、僕不動産屋といい関係を築いたことがないので分かりません。
道を書くという方が2100年までに宇宙のすべてが解明されると言っていました。どう思いますか？うん、嘘つきじゃないですか。解明されるのが分かってるんだったら現時点で解明されてるはずですからね。大学生でできる稼げる副業って何かありますか？塾講師と飲食店バイト以外のやつです。まあ稼げるんだったらプログラムとかやっときゃいいんじゃないの。令和の山本さん、落合さんのおかげで障害者雇用が改善されますか？ビジネスになりますか？ならないと思います。言うてもまだ議員が2人受かっただけなので、あの与党が結局政策を作るので与党に影響力を与えられるレベルにならないと難しいと思います。既婚子供なしなのですが合わないので別居したいです。法律的に効率悪いことはありますかね？法律的にはそんなにないと思うんですけど、離婚するときになんか慰謝料だったり財産分与とかあると思うので、僕じゃなくて弁護士さんに相談した方がいいと思います。令和新選組山本さんを通じてどう思いますか？請求を取れるでしょうか？無理だと思います。日本人の大多数がその望んでいるものではないので、ただそのマイノリティの人たち、まあそのあの ALS の人だったりも含めてマイノリティの人たちって世の中に結構いっぱいいて、マイノリティの人たちの票を集めると国会議員を2人くらい送り込めるっていうのが分かったと思うんですけど、ただあの結局政権を取るっていうのはあの国会の半分を抑えなきゃいけないので、そういう意味では難しいと思います。 e スポーツ業界についてどう考えていますか？なんかオリンピックにはならないと思うんですよね。そのなんかオリンピックみたいに世界中の人がやるゲームになるんだみたいなことを言う人がいると思うんですけど、その野球とかサッカーってやっても誰にもお金払わないんですけど、例えばじゃあその格闘ゲームとかがじゃあその e スポーツですって言ってもその格闘ゲーム買わないといけないし、お金払わないといけないじゃないですか。なので世界では普及しないと思うんですよね。今のスマホ全部不満があります。超大金持ちは市場にないオーダーメイドのスマホとか使ってたりしますか？しません。ちょっと前にねバーチューっていうあの金持ちをターゲットにしたスマホっていうメーカーがあったんですよ。なんかあの金持ちが行くようなショッピングモールのところにちょこっとだけ置いてあるみたいな。日本はないのかな、あの割と海外だとあるんですけど、ただ結局な中身はねアンドロイドだったりして、なんかあのハーチューじゃないよなんかその周りがキンキラキンだったり、なんかあのコンシェルジュみたいなのがついてて、なんかあのボタンを押すとコンシェルジュがすぐやってくれるみたいなのがあるんだけど、でもなんか大して便利じゃないっていうところで終わった気がするけど、2号さんが持ってるとかどっかで見た気がしますね。国民年金202ヶ月分全額免除した私は貸し組み。お、すごいね。あれですか、なんか障害者年金系ですか。自分の説明能力が足りず仕事で困っています。周囲の社員は優秀で理路整然と話しますが自分だけできません。論理的に話せるようになりたいです。何か心がけていることコツなどがあれば教えてください。あ、向いてないじゃないかなまああの論理的に説明するのが向いてない人っているんですよ。で別にそれでいいと思うんだよね。例えばさ、あの絵を描く人とかってその自分が伝えたいものを絵とかいう表現で伝えるわけじゃないですか。そのじゃあ映画監督とかも、でその全部文字とか言葉で伝えるんじゃなくて、そのモヤモヤっていうのをそのあのなんか絵とか別のものに変換して伝えるっていうのをやるので、あの全ての人間が論理的に物事を伝えられるわけではないと思うんですよ。でじゃあ僕日本語で喋ってますけど英語で喋ってくださいって言われたら多分僕考えていることの8割ぐらいしか伝えられないと思うんですよ。っていうことでその自分が伝えられる言語とそこのテクニックと、あとその言語におけるその僕、語彙の幅っていうのもあったりするんですよね。例えばあのフランスで安いっていう単語がないんですよ。あの物が高いっていうそのなんかこの商品が高いっていう単語はあるんですけど、安いっていう単語はないんですよ。だから高くないって表現したり、あのいい値段っていう表現をしたりするみたいなので、言語によって語彙って異なるんですよ、ボキャブラリーね、語彙。なのでその自分の感情を 100% 伝えたいと思ってもその言語によってはその伝えるのに適切な単語がないっていうパターンもあったりするので、そういう意味でその自分の感情だったり思いが 100% 伝わるというのがそもそも間違いなんじゃないかなという気がしますよ。
知人が公務員で残業なく給与が低いそうです。公務員は副業禁止ですが、何か副業する方法ありますか。なんか競馬とかやればいいんじゃないの。賭け事は確か大丈夫な気がするけど、配信者のゆうがさんが新車の原付を2週連続で出さされました。なんかカメラのあるところに置いとけんじゃないですか。一戸建てを借りていて民泊の許可は出ています。天がんの貸しの許可は出ているので事業主にならないので転貸しして、他の人に事業主になってもらおうと思っています。何かあった場合どこまで責任が来そうですか。持ち主私。何かあった時持ち主が訴えるのはあなたなので、民泊事業主とか民泊管理会社はその責任を全く負う必要がないので、何かやらかして例えばその建物を燃やして逃げるみたいなやつがいた場合に責任を持つのはあなたになれば可能性がありますよ。日銀の出口戦略についてどう思いますか。無理だと思います。新卒半年経過のとこです。一人暮らしが寂しくなってきて最近違法事案ばっかり考えてしまいます。打開策を、なんか合法なことを考えればいいんじゃないの。なんでその違法なことを考えるっていうところからスタートしちゃうんだろう。むしろそのこういう違法なことを考えましたっていうのをひたすら書くブログとかやってみればいいんじゃないの。多分面白いと思うんで僕読みますよ。